い、食べ食べインディアンポーカー1から9までで、野菜の絵描いた。うわ、ナス生で食ってるよ、この人。食べダメなんだよ、この野菜食べ食べなんて。もう食ったの？もう全然余裕ないですか。はい、生野菜を食べるのも、本当に苦手。テンションが上がったら。いや、どうも、大沼孝太のイヤッドーマッチチャンネル。これマジ、のペッ。うわー、お前にまた唐辛子を食わしてる。俺は強気でいく。いや、でも今これ勝負して別に3個じゃなきゃ、まあ勝負したってことは3個じゃないね。そうだよ。ってことは1個でしょ。1個ならいけるよ。よし、せーの、はい、イエーイ。4本かー。4分の1と1個だよ。よしよしよし、4分の1ナス1キュウリかな。ああ、いいですね。じゃあこの食いかけのナス半分とキュウリ1本。はい。これ4分の1だ。このぐらいで4分、そう、半分、それナス半分だからいけるの。ラララララララ、よーいスタート。ああ、小生は美味しそうに野菜を食べるな。野菜売ってるものとしては料理に尽きるよ。ああ、そんなもんじゃん。あとキュウリだから、これはもうチェイサーでしょ、キュウリは。すっごい、カブトムシが食べるみたいな。それはスイカとメロンだね。スイカもさ、キュウリの味する。何そのシュールな、すごいシュールなやつらだね、それ。どうですか、キュウリは。ちょっと今もう一回むさぼってよ、これツイッターにあげようぜ、これ。キュウリはチェイサーって言ってたじゃん。時間が怖い。ああ、あと3分あるからでも大丈夫だよ。5分あったら小生余裕なんだね。すごいね。顎めっちゃ深いでした。めっちゃキツネがキュウリ食ってる。あ、食い切った食い切った。あ、オッケー。なんで止めたい。もっとで、もうちょっと飲み込んでください。厳しいやけ、心配。厳しくない。はい、はい、よし、としましょう。じゃあ、もう1枚は終わりじゃん。まだ、気分まで飲まない。は？気分まで飲まない。山札なくなったんだ、1回。またシャッフルです。いや、やめよって。はい、はい、行きましょう。じゃあ、俺引くわ。口の中がちょっと辛いんだよ。マジで？嘘でしょ？せーの、ほい。よーし、またかよ。パプリカだっけ。わ、でもお前それチェイサー2つじゃん、もはや。確かに。てかもう俺レタスじゃなきゃいいかも。レタスがきつすぎるわ。マジか。よし、サクサクいこう。てよし、俺ホールドです。おります。いやー、いやでも勝負いこうかな。いや、これいけんな、勝負。いやー、ちょっと際どいな。ちょっとすごいいろんなこと考えてるわ今。いや、俺一回降りるわ。降ります。これは迷うな。どれ食らっても大丈夫なんだよな。もう、もはやもうどれ食らっても大丈夫なんだよな。いいの、俺もう下ろして。ん？下ろしていいの。いや、ダメだろ。いや、ダメだろ、お前。いや、勝負しようか。お、せーの、はい。熱いペアがいったな、これ。これで経験に勝負ができなくなりましたね。あ、いいね、そのペア。あ、俺に来てほしくないやつがいったもん。いや、俺レタス降りろよと思ってさ。よし、はい、行きましょう。バーカ。ほい。おー、もうこうなってくると自暴自棄なんですよ。これは降りるわ、さすがに降りるわ。あー、ちょっとちょっとこれはさすがに勝負できない。お前お前、めっちゃ野菜だから言っとくけど、はい、でも数字さえ来なきゃね。数字さえ来なきゃ。おー、ホールドです。ホールドします。はい、はい。セーフじゃねえだろ、これ。何だった。そういうことか。お前それ俺勝負言ってた。これ3個とか終わってんだよ、マジで。よかった、これ今引いたの熱かったな。レタスです。
レタス？じゃあ半分でいくね。半分ね。ちょっと切っていくから。そうだよね。でも元々言ってたもんね。レタスならって言ってたもんね。そうだよ。よかった今さんで。危ねえ。今の3はやばいよ。今さんでよかった。今の3はやばい。危ない。これさ5分がきつくない地味に。これあの皆さんレタスはさすがに半分でちょっといくから。これが半分。ちょっとマジ5分だから。ある程度その取っとかないと危ないと思う。これだからちょっとこう、ね、傷んでるところはちょっとこう捨てましたね。これゴム死ぬんじゃないもしかして。どうぞ。いや、はい、ん、いい音ですね。いいね。なんか言えよ。なんか言えよ。僕に食えるかもしれない。いや、わかるそれ。めっちゃ出たんだよ。でしょうね。飲み込み勝負なんだけど、もう途中から。うっ。うって。すっごい健康そうなハンバーガーに見えるよ。ハンバーガー？あ、レタスめっちゃ何層も入ってるやつね。ベーコンレタスバーガー食いてる。わかる。しょっぱいもの挟みたいよね。俺ずっと思ってた、さっきから。ああ、そうだね。俺は食えるんだから折れる必要はほぼないんだよ。勝負してりゃいいんだよ。食ってりゃいいの。絶対1点目見せしてやろ。あと3分です。あと2分半です。まあでもね、ゴールは見えてますね。飲み込める口。ハムスター状態ですよ。溜まってない。パンパンやろ。絶対いつかあのイラストレーターにもやらせる。うん、まあ、OK です。 OK です。あとはそのもぐもぐは1分20秒ぐらいでもぐもぐしてます。レタス噴水やめて。うん。出そうになってませんか。うん。おい、あと40秒っすよ。ちょっとなんかドキドキしてしれっとドキドキさせないでよ。今喋るから、ね、30秒です。あ、はい、OK です。あ、じゃあ残り15秒。いや、レタスきついわ。いや、シンプルに食うのがきついな、うん、まあでも8なんだよね、結構。いや、おろしたかったんだよな。危なかった。負けたらやべえと思ったんだけど。ではサクサクいきましょう。はい。ああ、そうだ、ね、俺は食えるんだから折れる必要はほぼないんだよ。勝負してりゃいいんだよ。食ってりゃいいの。折ります。いいんですか、そんな早々に。なんかあれじゃない、序盤強気だったのに食い始めたらちゃんとなんか食らってきてるんじゃない。でもやっぱほら、面白さを取んなきゃいけないでしょ、うん、これ待って、何が残ってるんだって。もう覚えてない。食い始めたらもう忘れちゃうよこれ。いや、待ってよ。いやこれ俺もう下げれないからね。マジ、それ俺引きたかったなぁ。いや、やばいよ。よし、ここまで来たら一緒だ。おお、よし、せーの、うっ、せーの、うっ。しかも積んでるじゃん。そうだよ、積んでて。どっちにしろよ。積んでるじゃん。あー、これきつい。レタス食った後、唐辛子かよ。これね、辛さしするかも。ゲップでも今レタスです。レンちゃんやばい、うん、いきますか。スタートしたら、いや、いいんだよ。最初の風の時間は余しといた方がいいよ。もったいないから。一口目から5分スタートしないと。会話してる、うん、今お前はいけるのかって言われてるから無理です。匂いってわかる？かなり匂いがするっけ？めでてるわ。よし、いいよっす。はい、はい、
小生の勝利でーす。イエーイ。辛いよね。辛いよねこれ。玉ねぎくらいのノリでいくとマジで辛いよ。イエーイ。これはやられた。いや、いい勝負だったんじゃないですか。でも今ちょっと降りても唐辛子、行っても唐辛子。うわ、マジかよと思って。完全に積んだね。動画を見てる皆さんで、野菜食べ食べインディアンポーカー挑戦したいという方はね、ぜひ連絡をいただければ、第一の関門小沼浩太で、第二関門チャンピオン俺が相手しますので、ね。